そこで伝えた方がなんかリアルなのかなってすごい思ったっていうか、うん、結局そっちの話にしか感じないよ今聞いてると。なんでちっちゃい声これ懐かしいよね。これはエモいでしょ。何これ、誰、私です。そういうことを言ったらダメなんでしょ。これでいいの？はい、入ってるの？もしもし。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 うん？何？何？何よ。本当何も迷ったんだよね。聞かなかったでしょ。だからわからないんだよ。想像はつくことはあるけど、その範囲内のことをお前がわざわざ言うかっていうふうに思っちゃうから。想像通りじゃん。うちのスタッフもめっちゃ緊張して見てると思う。なんか、まあこの会話は、うん、マサと私だけでも全然成立したし、うん、じゃあなんか2人直伝で話せばよかったじゃんっていう話でもあると思うんだけど、うんうんうん、私が、うん、そのマサに、うん、マサの YouTube やってほしいと、うん、で、まあ、そこで話がさせてほしいって言ったのは、うんうん、やっぱりなんか私の例えば YouTube チャンネルだったりとか、うんうん、まあ、インスタでもいいし Twitter でもいいけど、それは私に興味を持ってくれてる人とか、うん、愛を好きな好きでいてくれてる人しか見ないわけじゃない、うんうん、でもなんかやっぱりそのマサのチャンネルっていうのはそうじゃない人たち、うんが見てるわけじゃない、うん、そうじゃない人もね、もちろんそう、うん、私のことを、うん、なんか愛を好きって思ってくれてる人もいるだろうし、うん、そうじゃない人たちもいるし、うんうんうん、そこで伝えた方がなんかリアルなのかなってすごい思ったっていうか、うん、だってさ、みんなこうバーって出てくるのは、うん、やめんのか引退なのか事務所やめんのかみたいなのがバーってさコメントで出てきてるけどさ、うん、まあ、結局そっちの話にしか感じなくよ今聞いてると。やめないって言っちゃったらそれ嘘になるよね。だって一生歌うのかって言われたら申し訳ないけど、うんうん、そうだな、うん、私はそれは違うと思ってるし、うんうん、そもそもの、うん、マサと私のスタートが違ったじゃん。違ったね。だって最初は3ヶ月だったじゃん、うん、そう3ヶ月が3年だから3ヶ月でそうやめるって言って3ヶ月だよ3ヶ月でやめるって言われても困るわっつってまあでもそれがまあこれだけね、あの続けさせてもらって、うん、うん、またそうね、まあ、一生やっていきますって言ったらそれは今言うことじゃないし、うん、まあ、なんかそれは違うかな、それは言えない、うん、けどなんか別にその今日はしてやめますっていうことを言いたかった電話でもないし、うんうんっていうことは、なんかそういうことをね、うん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 、あのなんか私明日ね、YouTube、うん、なんていうの、うん、これなんていうの、YouTube ライブっていうの、うん、そうだね、うん、なんかそれをね、明日私アルバムのリリース記念になんかその私のチャンネルでやるんだって、うん、聞いた、一人でね、聞いたよ、うんうん、でもなんていうんだろう、なんかそのもちろんそれは浜崎あゆみとしての仕事であるし。うんうんうん、もちろん納得してやることではあるんだけど、うんうん、マサめっちゃ YouTube やってるじゃん、うん、でね、うん、マサの家貸して。え？なに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 、マサが、ちょっと待って、マサが結果それですか？え？そうそうそう、 YouTube やってるじゃん。だって私どこでやっていいかもわかんないし、あ、初めてやるから。ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、え？結果これですか、答えは。これが最大の今日のお願い。ギャグかよ。だってせっかくみんなにもう名前つけたし、まだ会ってないから。いや、いいけど。そんなの電話で話せばいいじゃないかよ。
こんばんは、あゆです。マサんち来ました。あ、すごい、こういう風になるんですねこんなことさ、マサいつもさ一人で家でやってんの、すごいね。色がついてるやつが上がってきて右に流れていくの今ちょっと今カンペ出た、押せばいいって誰そうなの、押せばいいの、それを、その色のやつを押せばいいの、あ、これ押せばいいの、押せないのよ、早くて、ちょっと押せないの、なんそれじゃないの、え、これじゃないの、今聞こえました、ここのね家主さんいるんですよ、あそこにそれまさか書いてんの、そのカンペひどいこれ何、これ拾っていいの、マサ会長と仲いいガーシー議員はどう思いますか、どういうこと、え、何ですか、どういうことですか、あの方ですか、いろいろ、はいはい、全然わかんない、仲いいんだ、仲いいの、え、なんで、いやダメなの、これ触れちゃダメなの、なんで、仲いいの、友達です、友達なんだって、え、これは何ですか、800円しか書いてないんだけどえ、何これ、まさんち何区ですかって今書いてあった気がする、ちょっと言わないで、やだね、声拾っちゃうじゃん、やめてえ、なんかマサに質問来てなかったよ、マサさん今年のオートサロンに車出しましたか、だって出してないそうです、はい、あ、こういうの拾うよ、デビュー当時から可愛いですね、ありがとうございます渡辺さとしさん、ありがとうございます、なんかいく、なんね、おみくっていうの、おみくで止まっちゃったんだけど、固まっちゃった、固まっちゃったあれ、どうしたらいいのこれ、なんかこの画面で固まっちゃった、ああ、え、これを開いて閉じるときどれを押してる、これ何でちっちゃいこれ押してで、こっち押しゃ取れる、はい、でこっち押しゃ取れる、左、いや、どこでもいいんだよ、あ、そうなの、どこでもいいの、あ、そうなの、難しい、うん、で、終わったらこれ、こどこでもいいから押せば消えます、だって違うの、なんか私が押したら違うの出てくるの、別名で保存とか出てきたよ、え、何、怖い怖い怖い、なんか変なのした怖いじゃん、何なんか出てきちゃったよ、これどうしたら消えんの、あ、怖い怖い、関係ないし、はいはい、あ、今日誕生日なんだ、チャンネルサッシーさんね、誕生日おめでとう、結婚式マサさんと来てくださいって、6月3日いけねえよ2ショットの絵力から強い、好きな焼酎は何ですか、焼酎縛り、焼酎、私ウイスキーの方が好きかな、マサは何が好きなの好きな焼酎は何ですか、佐藤だそうです、高いのそれ、うん、意外とあれだよね、マサって余計なこと言わないよいや、なんかわかんないけど、あれじゃないんですか、世間の人とかはなんか私とかマサとかシャンパン飲んでキャビア食べてとかもしかして思ってるんじゃないですか、ないからね、そんなことしないよ、え、してんの、シャンパンブロー、してんだって、マサの方が夢があるね、私はあれですよ、ラジオと日本酒入れたお風呂とか好きですよ、シャンパンブローなんか楽しくないでしょ、ベタベタしそうじゃない、なんか何それ、
ちょっと何してんの。なんかトロフィーかと思ったらトロフィーみたいなやつを松浦雅人さんが出してなんか一気してます。それ何、えテキーラ、なんでテキーラ一気するの。もう私のこの配信終わってからにして。それテキーラなの。え、ちょっと飲んでみたい。嫌いなわけじゃないんですよ私、お酒嫌いとかじゃないんだけど、そんななんか家でさ一人で飲んだりはしないけど、なんか変な入れ物に入ってるから。それ高いんでしょ。はい、この家にある一番高いお酒なんですか。それ開けてください。っていうのどう。そういうことやろうよ。なんかいやもちろん嬉しいんだけども、曲が好きとかね嬉しいんですよ。でもそれはさ、だからさ TA で喋ればいいじゃん。なんかせっかくだってあれですよ、松浦雅人の家に来たんですよ。この家で一番高いものを探そう。え、これ何、これ有名なの。これトロフィーかと思うでしょ一瞬。うん、一気したからびっくりしちゃった。あ、でもアルコール 40%? デモっておかしいな。デモってどういうことなんだろう。え、あ、美味しいでしょ。うん、美味しい美味しい。え、これが一番高いの、この家で今一番高いお酒これですか。見せてください。高い酒なんかないって俺も。なんか何でもいいんだもんだって。ほんとそうだよね。なんかマサってなんか何でもいいいいタイプだよね。結果そういうところにね行き着くというか、なんか最初はことあるじゃない。なんかいろいろやっぱり欲しいものがあったりさ、あのダイヤのネックレスが欲しいとかさ、なんか憧れはあるわけじゃない。なんとかのバッグが欲しいとか、もちろんね TA のみんなとかは知ってると思うけど、なんかそういうところをにこうやっぱ夢中になっちゃった時もあったけど、なんかそういうのも通り過ぎちゃって、もはや私ほんと家出る時携帯手に持って出るからバッグとか使ってないよね。え、何この3200円っていうのは。3200円っていうメッセージ。3200円をただくれただけです。え、くれただけなの。はい、どうしてそういうことするの。ダメだよそんな3200円あげるだけとか人に。いや多いです結構そういうの。え、お金だけあげるの。ダメだよ。違う、俺を映ってね。あ、本当だ、映ってる。イエーイ。え、何これ、どういうこと。切り替えでしょ。すごい、ちょっと待って。え、何こんなこんなことできるの。どういう、どうなってるの。私全く今の状況わからない。こんなことばっかしてるんですよ。いろんなところにカメラがあるってこと。怖っこの家。え、だってその正向きのカメラもなんかどこかにあるってこと。ないよ、それしかない。え、どうやって映ってんのこれ。家帰ってんの誰、お前が。え、隠しカメラとかつけてるんですか。なんかそういうシーンはございません。あゆさんの素顔が見れて幸せです。毎日あゆさんの曲を聴いてます、ありがとう。でも名前割れなんだ、西野カナさんなんだ。アユじゃないんかい。アユは今何と戦ってると思う。私もうね、なんか戦ってないのよ。マサはなんか戦ってる今。もうやめた。もうやめた、うん、酔っ払った時ぐらいでしょ、ね、酔っ払った時ぐらいでしょ。自分やなんで今はあんまりやる気ない。自分じゃない、でもなんかね、自分の物事への興味とか自分の人生のモチベーションとかじゃないの。戦ってるとしたらどうですか。真面目に答えるの。真面目に答えるよ。戦うのは、うん、過去か、うん、周りか、うん、自分がどう見られてるかっていうことを気にしたくないけど、うん、気になるんだ。それが性によって決める、うん、それが映すなお前。いや今映すところ。承認欲求だから、うん、もうそう、俺も絶対そうだと思うね。じゃあやらないよねこんなこと。うん。なんでやってんの。まあでもそうね、マサはそうだよね。その周りには傷つきやすいんですよ。どう見られてるかとかね、気にするよね。その割にはっていうか、傷つきやすいのはね、多分みんなわかってるよ。傷つけてるかもしれないんで、あんまり言えないんですね。傷つけてもいると思うよ。でも人のこと傷つけないでさ生きてる人なんかいる。まあそういう深い話は長くなるし、
まあいいんじゃない今日は。また今度。この瞬間の私のなんか何でもないこの行動もさ、ね、傷ついてる人もいるかもしれないし、正解はないよね。ない、なくていいんだよ。もう、まあ、人生短いんだから、そういうなんかもういいのよ、答えのないことをね、永遠に考えてなくてもって最近思うんですよ。あ、20回りました、それではとか言ってこれ消えていいの？いやいや、ちょっと待って違うの違うの、そういうことじゃないのね。もうちょっとあと5、6分だ。ちょっと際どい質問が来ないね。そうなの。ちょっと LINE が来てさ、うん、あいつが来てよ、あのフレッシュ、あ、フレッシュ、際どい質問しろ。そうなのよ。お前がしろよ。あ、してください、そう、してください。2人に任せます。だってどうしたら歌手になれますか。だって逆に今の時代はなりやすいんじゃないね。なんかほんとそれこそ DM とかさ、ね、自分が歌ってる姿とかさ送って、なんかいっぱいどんな人にでもこうやるチャンスがあるんじゃない。かわいいです。だってありがとう。かわいいです。だって嘘ついてるよ。そしたらなんで嘘いいじゃん、かわいいと思う人がいても。両親に関しての発言は一切禁止されているんで。あ、まさかね。そうです。あれね、やっちゃったやつね。はいはいはい、はい、うんうん、言っちゃってたね。まあまあ、あ、古市来た。質問？うん。何？あいつ結構ケチだな。え？3200円しか入れてこないぞ。3200円押してみ。3000、うん、わかんないわかんない。いや、この、多分ね、ゆうともまま違うじゃん。違ういや、うん、古市ダメだな、映んねえあいつ。ないよね。でも、ゆうともままさんの名前だけど、見てテレビを見てるファン含めた人とかが、あゆちゃん、歌番組見てるとか出ると顔が違うとか声が違うとかいう人がいることに関して正直どうですか。正直どうですかっていうか、うん、私44歳だからね。なんで笑うの。ダメだよ、人の年齢笑ったの。年齢笑ってない、おもろいなと思う。いやだってそうじゃん、そんなさ、まあ、そうだけど21歳ぐらいの愛を想像してテレビ見られてさ、顔が変わったとか声変わった変わるでしょ。20年以上経ってんだから。変わってなかった方がさおかしいよ。何、俺初めて、俺誰も俺に届けてくれないアルバム、会社に行ってんだろうなきっとな。あまり会社に行ってないんで今初めて見てる状態。なんだこれ、これ懐かしいよね。これはエモいでしょ。何これ、誰、私です。そういうことを言ったらだけダメなんでしょ。別にもう目の前の人に言ったって別に問題起きない。あ、そっか。すごく難しい質問ですよこれ。戦うものがなくなったと言っていた浜崎さんは、うん、これからどんな歌詞を作っていきたいんですか。昔と比べてもう書くことがないと思う時はありませんかって、要するにもう全部書いちゃったっていうことはないですかっていうふうに聞いてますね、この人は。はい、全部書いちゃったっていう気持ちはないけど、まあ書くこと、うん、書くことがないっていうか、まあ、言いたくないなっていう思うことは増えたかな。昔はなんか伝えたい、なんか分かってほしいっていうこととか、なんか自分の中の叫びとかそういうのが、なんかだって昔は英語とか絶対使わなかったじゃん。うん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 。英語が喋れるようになっちゃったら突然英語使えるよね。喋れないよ。喋ってんじゃん全然。俺すごいなって思うんだよねあれね。俺全何回やったって喋れねえ俺。なんで喋れんの。え、全然喋ってない。適当だよ。喋ってますよこの人。適当です。そういうの。そんなことより松浦さんの高いワイン探して。いや、ないかって。俺あんまワイン好きじゃないの。いいよその質問。そうね、なんか私まさ氷結飲んでるイメージある。まあ、氷結でもいいんだけど別に。え、そろそろいいんですか。これどういう風に終わるの。いや、終わるのは簡単だよ。終わらせるけど、うん、ちょっとなんか終わりますみたいな。終わりますガー来るよほら。これなんか終わり際が分かんないじゃん。そんなみんな気にしてないから。うん、あの大丈夫です。あの、あ、もうこれ悔しいね。あのなんかもうちょっとで、ね、4万いきたかったってこと。もうちょっとで4万だったじゃん。それでは終わりたい時はですね、これをここ押したら終わります。へえ、それではありがとうございました。ありがとうございました。風邪ひかないようにみんな暖かくして。